趣向を凝らしたカフェのパスタ。おすすめパスタの名店、静岡市駿河区用宗漁港の目の前にあるサリーズカフェ。オープンから16年のアットホームなカフェレストランです。自分の娘たちが3人おりまして、さゆり、あゆみ、あやかの名前の頭文字を取って、サリーズですね、という名前にしております。おしゃれなカフェメニューが充実、タコライスも彩り豊か。醤油やスイートチリソースで炒めた特製タコミートに辛めのサルサソースが相性抜群です。そしてオリジナリティあふれるパスタも人気。こちらはもち宗産赤もくとしらすの和風パスタ。まずはオリーブオイルにニンニクの香りを移したら、インゲンやキノコ、玉ねぎなどを加えて軽く炒めます。そこに加えるのが和風の白だし。パスタがやっぱり茹で上げパスタということで人気になってます。パスタ茹でる時にはですね、やはりアルデンテというちょっと芯が一本入ったような状態で仕上げることをやっぱり目指してますので、仕上げに使うのがもち宗さんの赤もく。赤もくはですね、今あの用宗の漁師さんたちが、取り組んでですね、非常にこう健康フードとして、注目されている海藻になります。それを使ったパスタということで、地元のしらすと組み合わせた和風テイストのパスタに仕上げております。具がたっぷり乗ったスープパスタ、釜揚げしらすの塩気と白だしで優しい味わい。ネバネバした赤もくがパスタによく絡みます。続いて定番人気のメニューが焼きスパゲッティ。まず自家製トマトソースをベースにパスタを仕上げて器の中へ。ホワイトソース、それからチーズを乗っけてですね、具材を上にトッピングして、でオーブンの中で300度のオーブンで、5分間焼き上げるという。トマトソースのパスタにホワイトソースが絡み、グラタン感覚で味わえるパスタです。こちらは契約農家から仕入れたバジルで作った自家製ペースト。それをベースにしたジェノベーゼソースのパスタです。バジルの爽やかな風味に松の実やチーズなどを加えてコクを出しています。エビはプリップリです。パスタメニューもテイクアウトできます。評判は生ハムと野菜の菜園風スパゲッティ。アイディア満載、カフェで味わうパスタ、サリーズカフェです。